日米開戦のきっかけとなった真珠湾攻撃から今日で80年です。長岡市の中学生がハワイの中学生とオンラインで交流しました。今朝、長岡市立南中学校で開かれた平和学習会。真珠湾のそばにあるハワイ・ホノルルのミリタニ中学校とオンラインで結び、これまでの学習の成果を発表しました。長岡市は真珠湾攻撃を指揮した山本五十六の出身地で、ホノルルと姉妹都市の提携を結び、交流を続けています。まだ核兵器があったり、国と国との間での戦い、戦争がまだ続いているところもあるので、僕たちが今回平和学習をしたことを生かして、世界にもっともっと発信していければいいなと思います。長岡市では午後5時から平和を誓う花火が打ち上げられます。